どうも、薩摩3042です。お久しぶりです。YouTube 投稿したいのですが、なかなか忙しくて今はできない。もう私も今年、もう向こう3年ぐらいの集大成を今年11月24日のみそのユニバースに、出したいので、しつこいなと思って、もうそんなとこに行かれへんねん、もう遠いから行かれへんねん、その日は用事あんねんって言う人、すいません、もうちょっとだけ宣伝させてください、11月24日、ぜひお越しください。ですね、今日は、私も細かすぎるシリーズがなんか人気でね、特にジョン・サイクスのこのつまみ、もうあんなに薩摩さん言われるまで分かりませんでしたわとかね、いろんな、いただきましたが、今日はね、この前はピッキングねしましたけど、今日はフィンガリング、薩摩さん綺麗に弾きますねと、すごく、素朴な、質問に答えたいと思うんですが、綺麗に弾くって、やっぱり例えば1弦2弦を使うときね、このフレーズ、どういうふうに、してるかというとですね、ミュートですよね。だから1弦2弦を使っているということはですよ、3弦4弦5弦6弦になったらダメなんですね。6弦5弦はね、ここでミュートしてますね。そして1弦2弦こういうふうにねってやってる時ね、これ人差し指見てください。これ2弦に触れてるんですよ。これね、触れてなかったらわかります？この15弾いた後ね、この開放が鳴ってしまうんですよ。どうしても濁ってしまう。それをね、この人差し指で2弦軽く触れとくんです。そうしますと、こういうふうに、ミュートしてるだけでね、ここの最後のビブラートもこんだけ指出してるんです。これなんで指出してるかというと、他の弦ならんようにね、例えばこれ3弦4弦ぐらいまでミュートカバーしてます。こっち6弦5弦はここでやってるんです。完全にね、これもうここにネズミが入ったらもうひとたまりもないという、ちょっとよくわからないことを言ってしまいました。常にね、この辺までは、上がっていく弦、例えば3弦弾いてたら4弦触れてるとかね、2弦弾いてたら3弦、3弦弾いてたら4弦が軽く触れてるだけで、非常に、このミュート効果、音のね、汚さを、防いでくれます。というちょっと短めな、フレーズでしたが、あとね、私がもう昔から練習してたのはね、マイケル・シェンカーのシステム・フェイリング、中学か高校か忘れましたけど、よう練習しました。ほんで、例えばね、8765、こんなん練習したことないですわ、多分。なんでかというと、こんなフレーズ出てきますか、ハードロックに。めっちゃ下手くそです。僕はそれやったら、こういう、スケール練習をしましたね。実用的なね。それとか逆はね、とか例えば457ね、今の。その時ね、やっぱり右と左手のバランスがちゃんと合ってるかを
確認しながら練習しましたね。それとまずその例えばこのフィンガリングをきれいにするのともうハンマリングでね、で457457457457、この時だんだん一個ずつここを使ってね、ここを使ってミュートしているわけですよ。というふうに一音一音ね、弾いたら、ミュートする。それはねこっちでしたり、低音源の場合はもうほぼこっちね、右手のここのとこでミュートしてます。ほんで降りてきたらもうだんだんこの人差し指ね、このどっかに弦が触れているというのを、意識してみてくださいね。それではまた近日よろしくお願いします。